おはようございます。おはようございます。めっちゃ久しぶりですね。ほんまやな。ちょっと諸事情がありましてちょっとものすごく久々になってしまったんですけども、はい、まだこれからやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、たけちゃん、そこ何ですか？これ、はい、これ梅観音さん。梅観音、梅の観音さんなんですよ。はい、手に持ってるの梅の枝持ってはるでしょ。あれ梅の枝を持ってます。皆さん見えるんかな。すごい大きいの持ってるんですね。そうそうそう、片手になんか素晴らしい絵顔されてるじゃないですか、うん、ね、あの微笑みで、はい、このみなべ町の梅の方を、まあ、見ていただいてる素晴らしい観音さんですか。はい、はい、で今日は何をしていただけるんですか。今日は、ちょうど今2月なんで、ちょうど今梅のお花が咲いてる時なんで、せっかくなんで皆さんにね、梅のお花が咲いてるところを見ていただこうということで、はい、今日は、撮影に臨んでます。はい、はい、で今日ゲストがなんか来てるみたいなんですよ。はい、あの混んでええっちゅうのに来たみたいなんで、うん、今日は営業の方が来ていただいてます。まあ、あの梅のね、営業とかあの販売とかを営業してる方来ていただいてます。そうです。じゃあ呼びましょうか。はい、やっぱり やめとこうか。ちょ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 、え、呼んで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 来たの来たの、もうもうほな入ってきたええやん。はい、どうぞ。はい、はい、営業の長谷川です。今日はですね、硬いなおいね、あの花の開花状況を撮るということで、あの私も見させてもらえたらなと思いますんで、今日は一日よろしくお願いします。一日もおんの？いや、半日半日半日なるべく時間は短くと。はい、わかりました。はい、あの今日は営業さんが来られてるんで、はい、あのやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、はい、じゃあ、あっち行きましょう。咲いてるよ。すごい咲いてますね。でもまだどうやろう、6分7分ぐらい。これが南高梅。これ南高梅ですね。はい、南高梅のお客様から、いただいたご質問にですね、答えていきたいと思います。はい、でまず一つ目なんですけども、これよく聞かれます、うん、南高梅の木をですね、植えられているお客様がいらっしゃるんですが、花はたくさん咲くのですが実がなりません、なぜですかっていうご質問です。これよく聞かれますね。南高、まあ、南高梅のお花っていうのは、自分の木で、はい、こうなんていうの、受粉ってできへんねんな。はい、なんか違う種類のまず梅の木を植えないと、はい、受粉、南高梅は実がならへんねん。はい、まあ、そういう難しい言葉で言えば高受粉って難しいですね。高受粉、うん、分かる？分からないです。さん、高受粉、高受粉、漢字書いてみて。高い受粉、高い受粉、違うな。高受粉ってね、あの他の家他の家の受粉って、他の家の受粉って。だから例えばここにあるんやけども、小梅とか小粒南高とか、ちょっと南高梅とは違う種類の梅の木をこの南高梅の間とかに植えてます。それがまず1個と、あとミツバチがどうしても大事になってくるので、この辺りでは、畑にミツバチの巣箱を置いてる。巣箱で、それでこう15度ぐらいになったらミツバチちゃんたちがブン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 飛んで受粉してくれる。分かった、勉強になりました。まあ、自家受粉ができないっていうやつもあるんですけども、そのさっき、言っていただいて、何やったっけ、忘れた。高受粉、高受粉じゃない、あ、たけちゃん、たけちゃん、たけちゃん、なんでやねんちょっと待ってお前、どんだけ回数やってんねんお前。たけちゃん忘れた、勘弁してくれよおい、どうしようかなと思ってそう、はい、ピーめっちゃ受けてましたなあ、あ、違う、みたいな。たかじゅふん今わかったと思って、たかじゅふん分かったのにたけちゃん忘れた勘弁してくれよおいそうですよね、はい、そうですね、うん、その農家さんではその、まあ、あのミツバチの巣箱をレンタルして、うん、まあ、レンタルですね、していただいて、その受粉させているっていうのもあるんですけども、うん、まあ、それについてもですね、後から違う動画も、うん、はい、ミツバチがブンブン飛びあるとこ、そう、ブンブン飛びあるところとか、他にもですね、まあ、
品種の梅の木を借りてきてもらって、まああのまあ、ペットボトルでですね、うん、あのまあ、お家の木に添えてもらって、うんうんうん、あの受粉さすっていうことで、はい、あのまたあの P が動画にまとめてくれてますんで、うん、それも、はいはい、見てください、はい、いやちょっと見てくださいよ、あれもうものすごく飛んでますよ。いやーこれね、めちゃめちゃ蜂おるで。すごいです。めっちゃ蜂おるやん。めっちゃミツバチちゃん、え、これなんか敵来たと思って刺されるんじゃん。ミツバチちゃん何もせんかったら刺さないです。すごいでこれ。うううう、あったあった。僕に意地悪しようとするからそんなことなの。これを借りてくるっていうことですよね。そうそうそう、これを借りてくるのよ。もう今自然のミツバチっていうのが減ってるって聞いたんで、やっぱりこれがないと。ああ、蜂さんな、すっごい出入りしてあるで。仕事しに出かけてるんですね。働きもんです。ものすごいやん、ブンブン言うんやで。怖いですね。このミツバチさんが、まあ、あっち行ったりこっち行ったりいろんなところに行って受粉させています。じゃないとですね、このなんていうんですか、あの梅の花っていっぱい咲くんで、この人工的にくっつけるのってちょっと難しいんですね。なのでこうやってですね、ミツバチさんの力を借りて受粉させています。はい、ではですね、次の質問に行きたいと思います。はい、どうぞ。はい、ではですね、これもよく聞かれますが、剪定について、まあ、時期とかですね、まあ剪定方法など、まあこれはちょっと難しいとは思うんですけど、実はですね、剪定方法っていうのはもう本当農家さんそれぞれでやっぱり違うんやな。で、まあ、剪定の時期っていうのは、まあ梅の実がなりました、梅の実が全部取りました、その後から、まあ、冬場にかけてだいたい剪定されるんやけれども、まあそれでも実際その時期にちゃんと全部剪定できるかっていうと、やっぱりたくさん梅の木あるから、その時期だけでは終わらんところもやっぱり実際にはあるんで、まあ、2月今の時期ですよね、でもまあ剪定されてるとこっていうのも実際にはあります。うん、まあ、基本的には梅の実ができた後からだいたい冬場夏以降に行こうかなみたいな形かな、ね、秋口にかけてみたいな。最後の質問ですが、今年のですね、みなべ梅林、いわしろ梅林についてお伺いしたいんですけどもっていう、まあ、今年いろいろありましたんで、まず最初に、まあ、いわしろ梅林さんの方はもうちょっと閉園してるんで、はい、今はもう観光としてはやってないよな、はい、で、みなべ梅林の方は実際にはまあ観光としてはあるんですけれど、はい、今まあ今年まあちょっとこういうコロナ禍なので、まあ、あの本来やったら見に来てほしいんやけれども、はい、やっぱり密になっちゃうということの中で、やもなく休園という形を今年は取らさせていただいてます。ですので、まあ、あのどうしてもやっぱり梅のお花綺麗やから見ていただきたいということで、まあ、今回こういう形で動画を上げさせていただいたという状況ですね。はい、はい、そうです。みなべ梅林の方はちょっと休園しておりますが、よくですね、当社の売店の方に来ていただいたお客様にちょっと見れるところとかですね、うん、聞かれるんですよ。ああ、よう言われるね、はい、言われる。その時にですね、うん、こちらの梅林紹介、梅林、まあ、そこも梅林とまでは言えないですけども、うん、うちの梅の畑、そう、お畑、うん、お畑ってお花畑みたいな時のお畑って畑な、そう、畑紹介してもいいですか、うん、いいんちゃいます、せっかくなんで見ていただいたら、はい、まあ、蜂ブンブン飛んでるんで刺されんようにだけ、そうです、気をつけてくださいね、ミツバチさん、何もしなかったら刺されませんけど、はい、ちょっかいかけたら刺されますんで気をつけてください。ちょっと待って、はい、ちょっかい出したらって誰が分かるんかこれ。え、わか、え、僕らは分かりますね。ちょっかい出したら分かる。P 分かるん、ちょっかい出したら。うん、あ、よかった。ここならあ、でも関東の人分かんない。うん、どういうこと、ちゃちゃ入れたらっていうこと。あ、そう、それも分からない。変なことをね、はいはい、まあ、こう、そうですね、なんか叩いたりとか、ね、はい、変なことせんかったらもうちゃんと大丈夫やということです。まあ、刺激を与えない。そう、いいですね、さすが営業マン、やっぱりここだけ、ここだけ、ここだけちゃうね、ここだけ使ってくださいね。今切ったれよ。はい、はい、ではですね、いろいろの情報にこと、情報につきましては、うん、当社ホームページであったりですね、うん、記載しておりますので、あと売店に来た際はですね、係の者にですね、聞いてくださった方はですね、こちらの方をご紹介できますので、はい、店頭の方でも聞いてみてください。ありがとうございました。これで分かった。